けで休もう。おしゃれな洋服とか高いイヤホンが買いたいです。ご気にご協力お願いします。おしゃれな洋服でまず買いたいのはビームスのミリタリーパーカー夏モデルで、夏モデルを買った後は秋モデルも買いたいのか。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことあるのか。今4万6000円足りません。めちゃ買うじゃん。4万6000円100円があれば、100円あれば1人分のワクチンを買うことができます。それどんな気持ちで言ってんの。ワクチン買わねえだろ。ありがとうございます。これワクチンのじゃないですよ。これであと840円足りません。どんだけ入れたの。4万以上入っちゃってますよ。ご協力お願いします。こっちにも来た。840円くらい出せるっしょ。何様だよ。人の金なんだと思ってんだよ。俺は暑い中時給840円で頑張ってバイトしてんだぞ。うちはいいから手を動かせ。うるせえな。ありがとうございます。なんでだよ。なんでなんだよ。服買うね。こんなやつに募金してんだぞ。そんな大して努力もしてないくせに金儲けやがって。はいはい、なんでしょう。はいはい、すいません。警察だ。よっしゃ、逮捕しろ。なんかよくわかんないけどこいつなんかしたら法を犯してんだろ。逮捕しろ。人様の金を奪っては私物を買っています。逮捕だ。なんで自分から悪い方に言い方変えた。バカすぎんだろ。ありがとうございます。なんでだ。警察なんでだ。いつもありがとう。常連なのか警察が。ああ、俺もこいつみたいになりてえ。楽してお金欲しい。この箱は行動心理学の観点から人が思わず募金をしたくなるように設計されてるんだ。箱なのか。箱さえあれば。これがその設計図。おお、これを俺に。8000円でいいよ。金取るんかい。すぐに元が取れる。そうだ。俺が間近で一番見てきた。そう、やめて。この設計図を俺に売りつけて8000円儲けようって魂胆だろ。違うよ。そうだ。違うって。8000円欲しいだけならシンプルに募金を続けるよ。とんでもない説得力。買うしかない。ありがとう。バカが。んな箱何の意味もねえよ。みんな出てこい。さっきまで募金してた人たち、まさか俺にこの設計図を買わせるための罠でお前ら全員クズだったって言うのか。警察以外な。警察なんだったんだ。18万かかったんだ。いや、めっちゃ損してる。